はい、こんにちは、まめと申します。学校の6不思議実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、今回はまず、まだね、全部の7不思議じゃない6不思議を封印してないんですが、地下から出てみたいと思います。はい、どうなるんでしょうかまあ多分バッドエンドに行くんだろうなと睨んではいるんですがえ、なに、つぐみちゃん、おい、つぐみ、え、ちょっと、どうしたの、なに、ともちゃん、乗り移られたんですか、ともちゃん、ともちゃん、どうしたの、ねえ、ヨリちゃん、すごく怒ってるよ、逃がさないって言ってる、ヨリコさんが向こうで睨んでますよ。私たちは逃がさない気だな。どうしよう、怖いよ。え、そう、待って待って待って、そういえばそういえばそういえば、ちょっと待って、これがさ、ボール未来、なんかね、これ、このタンスがね、なんかね、ヨリちゃんをね、巻くのにね、いいみたいなの聞いたんですが、でもヨリちゃんいなくなったよボールが嫌いだからヨリちゃんいなくなったぜ。このままいけるんじゃないですか。音はするけどヨリちゃんいないもんね。やった普通に来れちゃった。はい、ということで巣から出たいと思います。やっぱヨリちゃん解決しないとダメですよ。ちょ同じゴキブリさんにね当たりすぎそんなに踏んでほしいか。ド M プレイ大好きですね。ということで、あれ合ってる合ってるっけあ、合ってる、あ、ここか、出ましょう、これですよね多分。ちょっとこのお札封印、漆黒の鍵で、あ、開いた、開けてよかったのか、後悔先に、ほえ、後悔先に立たずだよ、ともちゃん。よう知ってるな、ともちゃん、そんな難しい言葉。お姉ちゃん。出られる？何？こんな地下にこんな扉があるなんて。美佐子、ここはすごく危険な気がする。それでも、行くのか？行ってみましょう。ここで行かなければ、男が去る。かっこ。女研究施設っぽい。え、すごい、デスラビットいいんじゃん。これは何、ガチャメンか。ぬいぐるみなの。え、ガチャメンのぬいぐるみだ。ガチャメンのぬいぐるみ、デスラビットだよね。襲ってこない、デスラビットではない、赤いウサギのようですね。おい、なんだよここは、何かの研究じゃ、馬ですか、馬るすかな一の時に霧島の横にいた。あらあらあら、ここにお客とは珍しいわね。ミシャゴシャン、こんな、なに、ダメ、いや、え、ねえ、ねえ、どうして、どうしてあの人、腕が4本あるの？キャッ、新鮮な死体が5体も、実験中の1体が逃げ出したから困ってたのよ。捕まったらダメ、逃げるよ。あれ、開かない、開かないよ、いや、待って、ちょっと待って、でもちょっと足が遅い、ちょっと足が遅い、こっちに行けるのかな、ヒカルくん、え、ヒカルくんなの。そうみたいだ。
それに触るな。キャー、皆さん今あの化け物から逃げないと。そうだね、逃げよう。おい、逃げるぞ。早い早いって。急にどうした？何？何なのあれ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、捕まったら終わりだ。死ぬ、怖い怖いよ。美佐子さん、早く逃げましょう。追ってきます。いや、止まれない止まれない。ずっと押しっぱ、ずっと押しっぱ。逃げ切れる？意外と足遅い。前から来たりしないよな。大丈夫？シーナ、シーナ、シーナくん、嘘、嫌だ、シーナ、シーナくん、立ってください。俺はもうダメだ。お化けの攻撃を食らいすぎた。これ全開じゃないとダメですか、みんな。シーナ、一緒に帰るよ。あいつが来る、早く逃げろ。嫌だよ、お兄ちゃん。シーナくん、何を言って。やべえ、あいつがそこまで来てる。学べ。はい、何ですか？三人を連れて逃げろ、早く。わかりました。美佐子さん、つぐみさん、行きますよ。でも、でも、こんな時にカッコつけんな、シーナ。つぐみ、お前もっと素直になったら。死んだの？嘘。あいつが来ました。さあ早く逃げますよ。シーナー、でも素通りされちゃった。そのまま息を吹き返して、シーナ、生きてちょうだいね。一人ずつまで吹く。学ぶ、お前まで。いやいや、学ぶくん、起きてよ。メガネのお兄ちゃん。ずっと前から限界だったんですよ。もうさすがに勉強ばかりじゃダメだった、ガフみたいな。学ぶくん、私、私ね、美佐子さん、あいつは僕がここで食い止めます。無理だよ、学ぶくん、私より喧嘩弱いじゃない。ちょっと笑ってしまった、ごめんなさい。確かにそうですね。でも父さんが言ってました、男は好きな人を守るとき頑張れるんだって。さあ逃げて。うおー、何よ、こんな時に。もっと早くに言ってよ。やだやだ、美佐子、行こう。ああ、やだやだ。じゃあともちゃんだけがこれで逃げ帰れるんだろうね。まあ一のあれを見る限りそうなんでしょう。いやだよ、次はじゃあつぐみちゃん出られる。おい、あれは。出口、外なの？光が漏れてる。出られるの？早く行こう。ああ、帰る。来た。ここまで来たのに。くそ。つぐみ、つぐみ、お姉ちゃん。もうこれ以上は無理。逃げて、美佐子、ともちゃん。つぐみ、つぐみ、一番の、一番の友達なのに、やだよ。あ、近い。みんな逃がさないから安心して。許さない、許さない。ともか。
ちゃん。ごめんね。おえ。お姉ちゃんとはここでお別れだよ。おえ。外に出たら、つぐみお姉ちゃんを連れて、大人の人を呼びに行くの。ね。とも子、できるよね。とも子。あ、このシーン、ともちゃん。大好きだよ。お姉ちゃん。ともちゃんの手か、あれは。いやー、悲しいよ。終わったのかな。バッドエンドですよね。つぐみちゃんは結局さ、じゃあ生きてるってことでいいのかな。でも一ではちょっと待って、お花がやばい。ごめんなさい。いやー、本当に、あー、失礼しました。え、でもさ、ともちゃんとつぐみ出られたけどさ、つぐみちゃんはもうやっぱりダメだったのかな、あの時点で。そして7不思議を、6不思議を全部多分封印していかないといけないんだけど、殺人鬼とよりちゃんが分かんないんですよね。そして丹波先生がなぜいたのかが全く分かんない。あの人の立ち位置は何だったんだろうね。分かんないよ。どうしよう。また多分おまけ部屋みたいなのがあるのかな。あったら多分ヒントとか書いてますよね。それがあったらすごくありがたいね。鈴音さん、お美しいけど何を考えてらっしゃるのか分かりませんね。はい。いや、もう本当にルシマル様、素敵作品ありがとうございます。今回もまだまだ、でも一番いいエンドを見るまで終われません。過去の6不思議、おしまいだけど、おしまいじゃない。そして鬼瓦さんの活躍が今回全くなかったんだが、もしかして活躍するルートあるのかな、わかんないね。ね、そして一へ続く、そして5年後、ドキドキ、ちょっと衝撃的なシーンで心臓が、10歳の女の子が助けを呼びに民家に駆け込み、その後森で一人の女子中学生が、大型猛獣に食い散らかされた状態で発見される。うわ、グロい。以前から熊が出没するという目撃情報もあり、警察は熊に襲われたものと判断。その後、近くの旧校舎でも同様に中学生3人が熊に襲われ、女子1名、男子2名、死体となって発見された。これは熊女がやったってことでいいのか。その校舎で雇われていた警備員1名もまた、これにも猛獣に襲われた跡があり、その可能性が大きい。中高一貫校教師2名と一般人1名を確保。なぜ学校にいたのかは明らかにされてはおらず、おそらく学校外で熊が徘徊しており、校内で助けを待っていたのだろう。生存者は皆おかしな発言をしており、将棋ではなかった可能性がある。よほど恐ろしい目にあったのだろう。だってさ、なんか怖い事件だね。でも行くんでしょ、休校舎に。先輩が心配だし。昨日は結局休校舎に行ったっきり帰ってこなかったもんね。
君たちも犠牲者になるんじゃない。あんたたち、こんな遅くまで何やってるの？早く帰りなさい。もう。ふう、焦った。聞かれたら説教2時間コースだったわね。丹波先生って怖がりなくせに、なんでオカルト部の顧問やってるんだろう。さあ、旧校舎はいろいろ怖い事件があったから。いい先生なんじゃない？目つき悪いけど。そうかな。いつも旧校舎のことになるとすごい形相になるよ。何か旧校舎で知られたくない秘密があるとか。まさかね。知られたくない秘密？続エンドです。あれれあー、あと何個あ、あ、変わってる画面が。あ、あまあいいか。じゃあどうしよう。ちょっとね、何個エンディングあるかちょっと確認してきますね。カット。はい、まだね、エンディングが何個あるかわかんないんですけど、とりあえずヒントのヒントを見つけましたややこしやー、ややこしやーって聞こえてきそうなんですが、あの、前回開かずの間の鍵を使ってヒントを得ましたよね。そんな感じで今回もあるっぽいんですよ。なのでそこを開けるためのね、鍵をまず手に入れていきたいと思います。ここですね。で、あの、ともちゃんがあれ、金属バットみたいな感じに見つけたじゃないですか。それがね、ここで役に立つんです。壺をかち割りましょう。奥に何かあるねと。この壺邪魔だな。よし、この金属バットで割るか。えいっていうことでね。やったー、死ぬかっこいい。もうベタボレですからね。ということで、ここに LG ルームの鍵を発見しました。そしてこれをですね、マナブくんの地図を見ていただくと、2階の家庭科室の隣の倉庫が確か鍵がかかってて開かなかったんですよね。なので、大丈夫ですねそこに行きたいと思います。ここで多分、あの、開かずの間みたいにヒントがもらえると思う。よかった、鏡持ってて心臓に悪い。本当に正面衝突、 いないところから急に出てくるのは本当に心臓に悪いので、理科先生やめてください。もう、はあ、ということで続エンドが見れたんですが、一番いいエンドに、待ってちょっと本当にごめんなさい、叫んでごめんなさい。もう理科先生、あなたも好きねっていうことで、ここですね。はい、あ、ここ、こっち、あ、違う、こっちだったはい、多分これでいいんだよね。こんなところ見てないよね。だよね、だってこんな人がいっぱいいるの見たことないぞ。これシーナくんじゃないの？違った、バンビの小鹿になりたい放送のバンビです。あなたもバンビーナになりませんか？どなたでしょうかねごめんなさい、存じてなくて本当に申し訳。幻の没オープニング？しかし、もう一つの噂、八つ目の不思議、禁断の儀式、禁断の噂、決してやってはいけない噂、気になるって感じでね、始まらせて。ここは何もないですね。あー、ごめんなさい禁断の儀式って怪しいですよね。関係ある？何か。とりあえずじゃあ上から見ていきましょう。はい、デバッグ実況者の方々。お、実況者さんだったんですね。本当にごめんなさい、新米ペーペー実況者なので。いや、皆さん、もう、あの、私より大先輩の方々ですね、多分いやー、私何年目かな、実況は3年だから4年目ですね。はい、意外とやってるっていうもう一つの事件エンド、もう一つの事件の犯人をマダブくんの推理で探そう。私これができてないんですよね。5年前の事件に関わっていた人物で、警備員は殺していない、別の目的で校舎に侵入している。お、関わっていた人物で警備員を殺してない、別の目的で校舎に侵入しているってことは、丹波先生が
殺したのかな。真相エンド。マナブ君の推理には万年筆財布のアイテムを取った後に警備員の日報と警備員のメモ7つを全て読み、ヒカル君、リツコ先生に、ヨリコさんの弱点を聞くと警備室でマナブ君の推理が始まります。あ、青いインクの万年筆、ストーカーの名前の意味、この2つが推理に隠されています。推理の中でこれを踏まえてもう一度という選択肢が2箇所あり、それぞれ回答、それぞれ正解の回答を選んでストーカーの名前を暴きましょう。はい、前回の時は財布を持ってなかったので、多分これでじゃあ何か変わるかもしれませんね。こっちは何かな、過ごしやすいお部屋でした。ただろう。沼男保護愛好団体アルコミュの主です。もうネオくんは僕がいないと何もできないんだから。ネオくん、この子でいいのかな。沼王の生放送のネオです。コンビニ行ってくる、行ってらっしゃい。コンビニ最近のさ、スイーツが美味しいね。噛んだしね、シュイーチとか。うっ、ボー君、こんなね怖いのに変身するなんてね思いませんでしたよ。設定資料、あ、もうリカ先生のこのガニ股具合がやばい。そしてね、相変わらず可愛いですね、イカルくん。ルシマルギャラリー、わー、トムちゃん可愛いよ。これはもしかして作者のルシマル様じゃないですか。リツコパーンチ、はい、作成中、18歳未満は見ちゃダメですよっていうことで。お、可愛い、あ、こんなあれがあったんだ。え、めっちゃ可愛いんだけど。はい、お話しかけましょう。どうもこんにちは、制作者の大島ルシマルと申します。デバッカーがいなかったのでニコ生実況者の方たちに手伝ってもらい、やっとここまで来ました。いや、長かったですよ。学校の六不思議ゼロはサイのキャラクターの、伏線をいろいろ貼ってますので探してみてくださいね。サイっていうのが今の1なのかな。ゼロ、サイ、どちらから始めても楽しめるよう配慮しておりますと。なるほど、ということで今回はここで終わってきますか。次回から真相エンドをね追求していきたいと思います。はい、多分ね、まなぶくんの推理がうまくいったらトントン拍子に行くんじゃないかと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。